で、この食事のことね、その皮付き混合という餌はさ、はい、あの丸いのとさ、はい、長細いのとあるんですよね、はい、丸いやつ、丸い、うん、両方入ってますよね、多分。あ、そうですね、入ってますよね、うん、で、この皮むき混合、皮むき混合はこの丸いのの皮が剥いてるんですね、そう、だから、はい、この丸いのが泡とかさ、冷えとかキビなんですよ、うん、で、こっちがカナリアシードっていうんですね、うん、で、カナリアシードは皮むきも皮付きも皮ついてますけど、皮むき混合はこの泡冷えキビの皮が剥いてやって、これはこの中に単に胚芽がある、と剥いたるやつはこうなってて胚芽が抜けてると、はい、この胚芽の部分がない、胚芽どうでした、だから絶対皮付きがいいですね。で、ボレーコは食べあげてます、単独でボレーコだけあげてます、それともそのまとまって入ってるやつ、皮付き混合の中にもボレーコも入ってるやつ、はい、そうするとね、こういう卵を産む子はね、ボレーコはボレーコで買った方がいい。あ、そうなんですか。で、卵を産み出す、まあ、冬場ね、はい、冬場もうそれプラスボレーコもやった方がいい。で、卵を1個ならいいんだけどさ、2つ目、3つ目、4つ目になってくると、うん、要は卵の殻にさ、カルシウムいるから、そう、足りないんですね。そうそう、カルシウム分としてね、ボレーコ、はい、それからあとイカの子、イカの子ってこう種類平べったやつ、ね、それからミネラルブロック、うん、とこういうのを、特にこれを絶対に、うん、で、エンドって使ってます、赤い土、ああ、ありますね、あれは使ってないんです、うん、これは使わんでください、うん、これもカルシウム分を補えるけど、うん、塩がね、うん、ナトリウムの含量はね、その商品によってすごい違うの、うん、だからナトリウムがめちゃくちゃ多いのもあるんですよ、うん、だから、あとどうしても下に置くからうんちおしっこで汚れやすいから、はいはい、エンドはね、使わん、私は勧めてない、うん、だからボレーコ、イカの子、ここら辺で、うん、で、補うということです、これ絶対しないとね、なっちゃうんだよね、からあと、小ぶりだからさ、で、今まで病歴はないんですよね、そうですね、はい、ちょっと今回気になったのはね、ちょっと接してたんで、その間、まあ、家族がちょっと人間残ってたんですけど、2日ほど家開けてたんで、ちょっと寒かったのもあるのかなって、あります、ね、あります。ちょっと気になったんですけど、ね、普通に元気な時はそんなに気にならないんだけど、うん、要はストレスかかる時ってね、鳥にとってストレスかかる時ってね、産卵の時はすごいストレス、エネルギー使います。うん、それからあとはトヤっていうのを読むんだけど、羽が抜け替わる時。こういう時で相当エネルギー使うから、でそこにさ、温度差、寒いとかだと調子悪くなっちゃう可能性はありますね、はい、で、だよね、こんな眠たそうにしとったらダメなので、で、こう、でね、こういう子治療しようと思うとですね、ちょっとこの中に入れながら、暖かくして温度湿度から酸素を与えながらちょっと治療していきますから、入院するんですよ。で、ちょっと入院するには費用がかかることなんで、先にちょっと入院治療費の説明を受付の人にしてもらいます。それで OK であれば手続きを取ってもらっていいですか、はい、それからあとちょっと今の状態では取れないけど、最低限レントゲン取りたい、はい、うん、2500円かかりますけど、ただ状態悪い子は取れない。ちょっと状態が上がってきたら写真は撮りたいんかなと思います。で、あとこの辺の話はすごい大事なので、ちょっとその鳥のプリントください。で、これ鳥のこと書いてあるんで、からあとここにはちょっと載せてないけど、ペレットフードってあげてます。鳥用のペレット。で、これもね、本当は食べる子にしといた方がいい。この皮付き混合餌ってね、非常に栄養価があっていいんだけど、ちょっと足りないものがあるんですよ、ビタミンの。A とか D とか E が少ない、うん、でペレットって割とね完全養殖に近いから、うん、完全養殖とは言わないけど、うん、完全養殖に近いこの辺も入ってますから、うん、これも食べるしこれも食べる、まあ、もちろんボレーコもね、うん、これもやった方がいいかなと思いますね。ただ食べて2歳もうじき2歳で食べてこれ食べてない子はなかなか食べるんですけどね。あ、うん、でもまあサンプルとかで出しますからやった方が絶対いいかなと思います。これが一つ。それとあとは
病院って初めてですよね。そうです。やっとお知りになりました。ネットで見てもらいました。はい、ホームページ見てもらってですかね。ね、ホームページ見てもらうと YouTube っていうのがあるんですけど、はい、うん、まあ、あの検索で私佐野って言うんですけど、獣医師佐野で検索していただけると出てきます。で、まあそのどこういうお話してとか載せますけど、それ以外に再生リストで、ね、ちょっと最近まとめたんだけど、私が話したやつ、ちょっとまとめてあるから小鳥のところがありますので、ピッと見て、時間があるときでいいんですけど、小鳥のところ見立ってください。それとあともう一個ね、小鳥だけじゃなくて、しつけ、動物たちのしつけ、これ犬だけじゃなくて鳥も使える話なんで、小鳥のところでしつけのところちょっと見てもらえると嬉しいかなと思いますね。でもあの話はここの書いてあることが結構メインになってますけどね、はい、だから、まあ、治療今あんまりなんだかんだ しないのはまず温めることが治療なんで、そういうことです。なんかご質問あるか、じゃあちょっと待ち合いで説明を受けてもらっていいですか。ありがとうございます。これはどうしようかな、一応ちょっと入れておきます、ここにね。はい、すみません、じゃあ